都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。はい、ということで今日はいつかちゃんリモートで、ね、収録に参加してくれるということで。あ、そうなんです。今何、自宅スタジオ。あ、これ自宅ですね。自宅緑色だね、はい、緑好きなんだね。緑好きなんだね。うん、いいな、いいな、いいな。といえばいつかちゃん、最近ゲーミングチームに加入したんだよね。あ、そうなんです。私いつかプロゲーミングチーム魚群にストリーマーとして加入させていただきました。もういいよ、おめでとう。いいよ、もう本当にめでたい。じゃあハメジュン卒業ということで、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。やめて。あ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。あ、初来店、しかもバーチャファイターシリーズで有名なお二人じゃないですか。よろしくお願いします。はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今夜は2010年のリリースから今もプレイされ続けているバーチャファイター5ファイナルショーダウンを大特集。1人目のお客様はジン選手。バーチャファイター歴20年、数々の大会で輝かしい成績を残し、セガ公認プレイヤーとして活躍していた実力者です。2人目のお客様はホームステイアキラ選手。長きにわたりバーチャファイターシリーズで活躍、海外にもその名を轟かせるアキラ使いとして有名なトッププレイヤーです。まずはこのバーチャファイターをですね、始めたきっかけから伺っていこうと思います。僕はもともと鉄拳を結構やってて。あ、そうなんですね。鉄拳タッグをめっちゃやってたんですよ、はい、でそんな時に地元のゲーセンの常連さんが、近くのゲーセンにバーチャファイターってゲームあるからやってみないって言われて。お、じゃあバーチャ4から。そう、4の結構出て数ヶ月経ったぐらいの時に触ったのが初めてですね。うーん、なるほど。そう、地元の人ですごいバーチャファイター1が好きな人がいて。バーチャ1です、一気に。おで、その人にこのゲーム超面白いからやってみなよってすごい勧められてやったっていうのが最初ですね。あ、じゃあもうバーチャ1から。そうですね、1はまあちょっと遊びぐらいでしたけど、対戦はまあもうバーチャ2から配信のようにやってました。2なんてもう日本中がバーチャで湧いてた時期ですよね。格闘ゲームブームですよね、いわゆる本当の。だってもう100円握りしめてずっと待ってなきゃなんかゲームできなかったんでしょ、うん、あの時。やっぱ流行ってる店行くと筐体見えないっすね。筐体が見えない、信じらんない。うわ、ゲームセンターの雰囲気ね、さっき人だかりがあったなんて聞きましたけど、うんうん、当時のこと振り返っていかがだったでしょうか。まあ、僕住んでる駅別にそんなでっかい駅でもなんでもないんですけど、そのゲーセンが何個もあって、で全部のゲーセンにバーチャがあって、全部のゲーセンに人だかりというか人グループいるんですよ。はい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 、あります、あります。で東京でいうと全部の駅にゲーセンがあって、で全部の駅にバーチャの常連がいる。なんかね、ちょっとした抗争がしょっちゅう起きてましたよね。そう、他のゲーセンのやつが来たら、もうその地元のゲーセンの人とかに集合がかけられるんですよ。集合が、こいつら来たからお前ら集合みたいな。でそのゲーセン同士でもうバチバチにやり合って、うん、はい、でそれが3時間4時間とか、はい、もうひたすらやって、で終わったら一言も喋らずにお互いなんか解散するみたいな。当時は東海地方でやってらっしゃったんですか。そうですね、岐阜県ですね、うん、はい、岐阜のバーチャってどうだったんですか、盛り上がってたんですか。めちゃめちゃ盛り上がってましたね、うんうん、でもその岐阜のバーチャ2って言ったら岐阜コンボなんですよ。岐阜コンボ、地名が残ってるんですよ。はいはい、あ、だってあれ岐阜コンボって見つけたの中道さんでしょ。あ、俺、はい、来たよ。え、見つけたやつ来たよ。え、あ、そうなんですか。え、岐阜コンボってどんなコンボなんですか、教えてください。簡単に言うとハメ技なんですけど。えらいことしてくれましたね。ガチハメでしたね。そうか。それではお二人とも積極的に配信活動をされていますよね。配信を始めたきっかけっていうのをちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、YouTube でプレステ勢、家庭用勢と言われるような、そのバーチャファイターのオンラインだけを続けてきました、うん、アーケードはやってませんみたいな人たちが YouTube で配信してたんですよ、ランクマッチを、うん、で自分もちょっとやってみようかなって言ってやってみたら結構違和感なくプレイができて、うんうんうん、でもし1人か2人でも見に来てくれて話しながらできたら楽しそうだなと思ってやってみたら、時期がすごい良かったのか、
僕が想定してた10倍以上人が来てくれて、俺で100人来るんだったら中道さん何人来るんだろうと思って、あ確かに中道さんやんないって言って誘ったっていう経緯があったんです。そうなんですね、仁さんが誘われたんですね。であとはやっぱその海外勢とか、はい、やっぱ海外にもしっかりとしたコミュニティがあって、その2年前とかかな、はい、ロサンゼルスに招待してもらった時はもう熱意すごくて、もう俺たちはばあちゃん本当に大好きなんだみたいな、20年やってるよみたいな、人たちもやっぱいて、ただやっぱりその好きだけど知らないことが多いっていうのがやっぱすごいなんかもったいないというか、こんだけやっぱ熱意があってやる気もある人たちなのに、やっぱもっとみんなで知識を共有して強くなってほしいみたいな、やっぱそういう気持ちがやっぱすごい強くなって、でやっぱ配信始めたっていうのは、まあ、ジンに誘ってもらったっていうのももちろんあるんですけど、それもきっかけの一つですね。いやめっちゃいい話聞いちゃったな。お二人の出会いについて覚えてらっしゃいますか？最初に喋った時の印象とかはそんなにないんですけど、僕初めてそのバーチャファイターの大きめの大会 5on5 で、初めてその大会に僕参加したのが京都の 5on5 で、で行っていろんな有名人いるじゃないですか。で東海で有名な人って僕らからしたら大沢明しかいないんですよ。でそのチームと、まあ、運よく僕らのチームもスルスルスルっと決勝まで行って当たったんですよ。で大沢明とやってみたいなって思ったら、先方のナルゴーっていうアキラにボコボコにされたっていうのが最初の印象です、あ当時ナルゴー名義のホームステイアキラさんが、そうでこの人誰みたいになったのが多分最初の印象ですね。うわお互いのあここがいいとこなんだよねこいつとか、ね、これ僕だから言えると思うんですけど、おマジこの人セコいんですよ、プレーがセコいの、セコいそんな風にはこの手じゃないと勝てないよねみたいなのを、ちょっと結構このたくさんの選択肢の中から選び出して最後勝つっていうのをもうめちゃくちゃ見てるんで、ずるいなと思って、一番いい勝ち方してるんですよね。まあそういう精神力とかも含めて、まあ悔しいけどかっこいいですねやっぱね。そうですね、ジンはまあそのバーチャの話ですけど、まあとにかくかっこいい影なんですよね。バーチャってやっぱ、まあ、どのゲームもそうなんですけど、フレームがあってそれにやっぱ基づいて動いてとかってやるとやっぱ強くなるけど、その分ちょっと花がなくなるみたいな、お確かに、まあ、そういう部分があるんですけど、でジンってそれとまあどっちかというと逆方向にやっぱ進んでて、とにかくなんか映えるような動きをしてくれて、なんでこのままちょっとこの路線でちょっと行ってほしいなと、ありがとうございます。そんなバーチャファイターなんですけども、はい、バーチャファイター5ファイナルショーダウンがリリースされたのがね2010年ということで、まあすでにね10年以上経ちますが、今もまあプレイしている理由というのをちょっと改めて教えていただきたいなと。大会多いっていうのはとにかくやっぱ大きくて、で大会があるからじゃあ出ようかって言ってちょっとバーチャ触って大会出て、で勝ったら嬉しいから次も頑張ろうなんですよ、で負けたらうわ負けた悔しいもう一回やろうなんですよ、ね、分かる。じゃあもう参加した時点で答えは一つなんですね。あそうです、そうです、やろうっていう。でそれがもう気がついたらやっぱあのバーチャ4から20年ぐらいやっぱ経っちゃってて、でこれなんで多分一生やってんだろうなみたいな、完全に沼ですよ、沼ですねあとはやっぱり人かなって、バーチャのその人のつながりって結構、まあ、僕的には強いと思ってて、はい、もう結構その全然配信もゲームも関係ないところで、まあ一緒にご飯食べに行ったり家に行ったりとかっていうのも、まあたくさんつながりがあるので、やっぱ辞めるタイミングがないっすよね。あ、そんな不朽の名作バーチャファイター、ついに e スポーツプロジェクトが始動。お二人はこの発表をどう感じたのでしょうか？リアルを超えろ。僕はもうこの10年やっぱ鉄拳とか 2D がもう羨ましくてしょうがなかったんですよ。プロゲーマーができて、プロゲーミングチームができて、みんなそういうなんていうんですか、もうそれで生きてるじゃないですか、超悔しくて、そこにバーチャが続いてってくれたらなっていうのがやっぱり一番、僕じゃなくてもいいんですよ、バーチャをやってるプレイヤーだったりバーチャが残っていったら一番嬉しいなとは思ってますね。いや本当嬉しかったですね、発表された時は。いやもうどんだけいい人だと言うと、いやもう待ってたとかじゃなくて嬉しかった。いやもう嬉しいですね、本当にもうないと思ってたんですよ、はい、正直、もう本当なんか大声で絶叫して街中駆け巡るぐらい嬉しかったですねちょっと行き過ぎました、行き過ぎちゃう感じですけど、はい、それぐらい嬉しかったですね。
あでもね、こうなんか一つのゲームひたすらやり続けてるお二人の深い話ね聞いててちょっとね胸熱くなったな。まあ令和におけるね新たなバーチャファイターの戦い、ここでね二人に見せていただきたいと思うんですけど、お二人のファイト見せていただいてもよろしいでしょうか。僕はもちろん大丈夫です。いつでも大丈夫です。中道さんとやるんですか。はい、あんまり気が済まない。なんでだよ。ここまで来てやるでしょ。お願いします。わかりました。やりますけど、お願いします。よろしくお願いします。2試合選手制で対戦していただきます。陣選手 VS ホームステイアキラ選手。ラウンド1さあ始まります。ワンピー側に、そしてツーピー側がホームステイアキラも開幕。カスタマイズしてる。そうですね、お互いにカスタマイズしている。ここは横移動でさせてから、前投げ、前方転筋杖。早い展開です。下段から崩して、いやここは割り込んでいく。いやしっかりと横移動、しかし横投げ抜けている。かなり早い展開が。振り、おー、出たー、蹴りすぎだー、いきなりの参考。見たいものを見せてくれよ。いつかちゃん、とんでもないダメージだ。いつかちゃん、鉄団子って知ってるよね。本当に。さあここで大事な落とし、石を投げ。バーチャファイターはね、これ3つの3種類、ニュートラル、前、後ろと投げがあって、こう抜けを選択する、まあ、そこのあたり駆け引きになっています。 DK から歌舞伎屋の攻めに転じていく。派手な動きだ。あー、サマー、おっと、この辺ベアッと上がって、とんでもないことになってるぞ。まだ入る。さらに入って4枚半分だが、ここは肘でなんとか繋いだ。頭の中にコマンドが浮かんでくる。コマンドだったから言ってですね。いはい、お互いにラウンド取り合った。はい、おしっかりと横移動、側面から攻めに転ずるが、ここはニュートラル投げ、肘投げですね。はい、ここで伊豆な落とし、後ろ投げで、ダメージを与えていきます。さあ壁際、壁の攻めは非常に強烈だぞ。背を向けた攻めも影の得意技だが、ガード非常に硬い。ここはおっと両線に腹出し切って魔法で追撃。ここで側面危ないぞ。魔法ショット耐えた PK。 そして後ろ系で回転、後ろ系なんとか繋いだ。なんとか繋いだジンが2ラウンドを取っています。いい試合ですよ、うん、ジンさん最初の心配いらないんじゃない。空振り魔法から、はい、カイコ、カイコでガードを崩した。情報カイコで、はい、カイコで崩したので、ね、このアリー、とんでもないことになってるぞ。軸は落ちている。シャグマン、おー、リムヤさん、どう鉄断工だよ。ヤッコですね。あ、鉄断工じゃん。ヤッコ、ヤッコだ、あと鉄断工。はい、ここまでお互いにラウンド取り合った。カウンターから受け身の攻め、シャガパン打ちながら様子を伺っている。あーっと、側面で当たると危ないぞ。いや、ここは助かって、鉄断工助かっていない。シャガパン連合体狙っているが中断。これが鉄断工だよ。やっぱ、まず1試合目を取ったのはホームステイアキラ。ラウンド1レディーゴー。ゆくこや攻め込んでいく。壁下蹴り蹴りから円月蹴り、そしてコンボを伸ばしていく。かなりのダメージだ。一気にジンが有利になったか。しかしアキラのここからの爆発力、非常に危険なものがあります。 PPP、 これガードして2発目出していく。あの、吹っ飛んだらちょっとヤバいなと思うから、今結構余裕なかった気がする。そうですね、やはりこのマーチの壁コンボ、いい技から始まるととんでもないダメージになるんで。おっと、ここはガイモン取っている。ガイモン長寿、はい、当て宮ですね、いわゆる、うん。こういうお互いに技を回避しつつ投げの駆け引き、ここはなんと PG を抜けている、見事。後ろピア、構えから、おっと、4本危なかった、しっかりと反撃、順位が崩せない。しかしここは魔法、崩せ、壁が近い。太鼓情報で。3段から置き攻め持ち込むが、P から、お、PK 暴れている。どうだ、壁には張り付かず。今、後ろ前系よくいぞ。ガチすぎる。やっと、ドバー崩れたのに、ビャッコ。ビャッコ3連続。リモンビャッコ、ビャッコ、ビャッコ。壁を活用しました。結構ね、陣がいいペースだったんですけども、はい、やはりそのアキラの爆発力ですね。やっとこれ、ヤク当たって、これめっちゃヤクをカウンターからコンボはミスになったか。ここは台頭 PG 投げ、あ、投げつながらず、これもね、あのタイミングよく入力しなきゃいけないんで難しい。原油落としですね、はい、ここで来たぞ。こう円楽必殺技、前内から壁壁をつけて交流、そして置き攻めに持ち込んでいきます。陣 PK の K がカウンターヒット。いや、それしゃがんでいる。ここで、さあ壁消えなぞ。ここで投げ、宇賀澄下投げ、うん、うん、後ろ下投げ。いつかちゃんごめん、俺たち男の子になっちゃった。
ボケモンになっちゃった。うわー、痛すぎる。コモク、コモク、コモク、これ壁には行かず順逆位置を入れ替えて、あ、後ろ後ろ刑事から側面に回り込んだ。今度はジンが危険か。壁が近いぞ。おっと、2発目ガード、情報ガードしている。ここで後円楽、いや、マジで、あー、コンバミスになっちゃった。これいて、おわー、出た、これいっちゃうんじゃない。残った残った、どうする、もう一回後円楽、ここは安定コンボですね。7発目から PPP。 今あなたはすごいもの見てますからね。はい、この羽生選のこの試合を見てる人もうすごいもの見てますから。今あなたはこれで今度は選ばれたステージへ。決定戦ではハーフフェンス、リングアウトありますよ、はい、リングアウトがありますね。ちょっと高めというか、コンボの途中で落ちることも当然あります、はい、まあ、落とすためのコンボというところもあるでしょう、はい、通常投げ決めて、はい、まずは PGA 剣よ、落としは出ずだが側面からリモンだが、これうまく暴れているのは、あ、剣よ、いやー痛い、逆を、これはこれが決まると、あ、ミスった、正面、さあ、早い展開です。ここでオフラスミ攻め込んでいく。ガードしているぞ。これはやるぞ。残ったが、ああ、ここで丁寧に。激を本校。ペースだった。ペースですね。これで崩しました。まあ、アキラガードを崩してそこから技を決めるというのを持っているんですが、それがやはり有効に機能している。そこに。そうだよ、ガードしちゃうの。ここは抜けています。最後に回り込んだ。攻防が恐ろしいスピードで、おっとここで通りました、ね、楽、あ、出た、ガードピクピク、ピクピク動いて何もできず、ガードからガッシュマン両撃、ヤズ、はい、枝はしっかりガード、ゲーモン鉄線、さあ壁が近いぞ、ヤズガードしている、ごめん、あー取った、しかも軸をずらしてコンボを伸ばす、うん、受けたらごめんなさい、あー、側面になってる、つながったけど、とんでもない、謝ったけどダメでした。大武瀬明、これでリーチ、どうする、ジン横から構えを使った攻め、しかしゲダウンガード、側面に回り込んで、後ろピー、後ろピー、有利な時間が続く、キャンセルしてから攻め込んでいくが、ガードは硬い、大武瀬明、これ落ちちゃう、しゃがんでいる、おお、KP から、あー、フラスミー、位置も入れ替わって大きなダメージだ。そしてこの壁や隅に追い詰めたが、怖い怖い怖い、これや危ないぞ、ショーさん当たったらやばかった、壁との軸、側面だ、ゲッ、それやばい、ガード、うわ、どうなる、チューラー、2発目していく、ミドル軸か2発目だ、2発目これ当たりましたね、カウンターで当てましたからね、関係系という連携、揚撃カウンター、はい、揚撃からね、スライディングは回避しつつ壁に追い詰めていくという軸からしか、いや、ここはフラッシュに抜けている、下抜けてんのか、おー、陽気から攻めに転じるジンに対してどうする、2発目ヒットカズに行きました、危ない、おー、相手目が今方に対する、これ PLP 7K という連携ですね、相手がね、はい、これでフルラウンドフルセットもつれました、フルフルです、最後はどうなるか、うわー、これやっていけないことしちゃった、いや、そのミスになってしまった、リブのダメージあります、壁際、これも いくかもしれない、ヘル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 、はい、サミラーに決まった、あなたは神様、攻撃運針総武将でフィニッシュ、まんまとエキシビションマッチ勝者ホームステイ役だ、おめでとうございます、おめでとうございます。今の試合振り返っていかがだったでしょうか。いや、面白かったですね、やっぱ久々のこのオフライン対戦ということもあって、うん、なかなかそのスピーディーな展開がね、やっぱできて楽しかったですえ、ジン選手いかがだったでしょうか。僕は正直あまり面白くない。いや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 、いや冗談冗談ですけど、めっちゃ良かったんですよ。やっぱそのさっきちょっと浜子さん言ってくれたんですけど、そのオフラインでタイミング違うっていうのが、うん、結構ちょっと課題になってきたなっていうのはありますね、うん、ただまあ対戦自体もしょっちゅうやってるんですけど、うん、まあ、やっぱ毎回違う読みをしてくれるんで面白いです。いや、すごい楽しいね。負けちゃったのだけ悔しいですね。やっぱめっちゃいい試合でしたよ。はい、ということで、お二人ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。参りました、格ゲーマーユニットプロジェクト括弧仮のコーナーです。はい、プロデューサーのトヨタさんから重大発表があるということで、重大発 表、うん、ではその VTR ご覧ください。どうぞ。ダンストックがスタートしてからおよそ2ヶ月が経過、
この日、プロデューサーの豊田から突如呼び出されたメンバーたち。今日皆さんにビデオメッセージ。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 プロデューサー豊田から突然のビデオメッセージ。気になるその内容とは。練習お疲れ様でした。今日はみんなに重大発表があります。楽曲の担当パートが決まりましたので、それぞれ発表していきたいと思います。アイドルユニットにとって非常に重要な意味を持つポジション、各メンバーのポジションがついに決定。まず川野、センターで DJ として大喜利の要的にみんなを支えていく役割をお願いしたいなと思ってます。そして水葉、ナウマン、モケの3人、トリプルボーカルとして歌って踊ってを前線でやってもらえたらなと思ってます。おはようございます。最後にジョー太郎、得意のダンスで暴れてもらえたらなと思ってます。俺の DJ 落ちないかこれ。そして楽曲が完成しましたので、こちらお聴きください。おマジか、すげえ、すげえ。そしてミートたけし作曲による楽曲がついに完成。特別に少しだけ公開しちゃいます。すごい、かっけえ。マジで初めて聞いたんですけど、あのめちゃめちゃいい曲を生かすも殺すも DJ 次第、やっぱ俺の腕次第なんかなと。まあ、今まで曲決まってなかったんで、やっぱイメージがつかなかった部分は結構多いんですよ。曲聴いてだいぶイメージがつきましたね。すごくなんか責任感のあるあの立ち位置だとも思うんで、それぞれもそうですけど、ちょっと引き締まりましたね。今だとダンスでも精一杯ですし、歌でも相当やらなきゃいけないことがあるので、両方できるように本当頑張んないとなっていうハードルは上がりましたね。曲がすごいかっこよかったんで、このかっこいい曲に生かせるように頑張ろうっていう感じで、さらに気合が入りました。ポジションも決まり、デビューに向けた動きもさらに本格化。果たしてこの先にどんな未来が待っているのか。まあ、思ってたのとは違うかっこいい感じだったね。そうですね。曲がイメージできました。でもなんか高まりすぎて、ほんと楽しみって思いました。ほんと川野くん DJ なの？そうね。3人が歌って踊って DJ して1人が踊るってあんまりよく分かってないんだけど。いや、かっこいい衣装着てるイメージできました私。これから川野くんあったら DJ って言っちゃうんだろうな俺たち。はい、じゃあ楽しみにしていきましょう。はい、はい。それでは本日も閉店の時間となりました。めちゃくちゃ楽しかったです。っていうのも、じゅんさんも、はい、あの子さんもばあちゃんのことすっごいよく知っててくれて、もうこの多分放送以外の時間帯でもずっと昔話し続けられるぐらい楽しめたので、うん、そうですね、本当いい機会いただけたなと思ってます。もうめちゃめちゃ楽しかったです本当。であとはもう本当新しいのが出るということで、はい、まあ、この放送を見てね、新しく興味を持ってやってくれるっていう人が増えたら嬉しいなと思います。うん、ということでですね、今夜の格闘技室ハメジュン、お客様はジン選手とホームステイアキラ選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。次回はグランブルーファンタジー VS 特集、タコ選手とレン選手がご来店。お楽しみに。